第4巻工程分析による現場改善では、材料や製品がどのような手順や経路で作られていくのかを分析して定量化し、改善の方向性を検討していきます。今日は工程分析の研修だけど、工程については以前に生産の仕組みのところで勉強したよね。はい、材料が製品に変換されるプロセスを工程と言うんでしたね。うん。ではまたパンの製造を例に説明していこう。パンの製造には12のプロセスがあったよね。これをそれぞれ工程と呼ぶんだ。パンは材料が貯蔵されている状態から運搬、加工、検査といった工程を経て製品として完成していくことは第1巻で解説しました。このように工程とは、一人の作業者、一つの設備、または一つの作業域である仕事を達成するために分担している作業範囲のことを言います。この作業範囲をワークユニットのレベルで言うと、一般的には4にあたり、パンの製造工程で見ると12の工程がそれぞれ該当することになります。この工程がいくつかまとまった単位を大工程、あるいはアクティビティといい、ワークユニットの5に該当します。例えば2から4までをパン生地製造工程、5と6が熟成工程、7から12までを調理工程というように、まとめて区分けするのを大工程というんです。一般的に工程分析というと、ワークユニットの4を分割の単位とします。これを普通の分割と呼んでいます。分割の単位を普通の分割にするか、大工程のような粗い分割にするかはどうやって決めるんですか？それは改善や分析の目的によって決まるんだ。具体的にはどんな場合ですか？例えば工場レイアウトの基本構想を検討するための工程分析なら粗い分割でいいし、生産方式の改善などで、もう少し細かい内容を知りたいときには、普通の分割で分析するんだ。なるほど。ところでこれは重要なことなんだが、工程分析では分析の対象となる工程を、加工、運搬、検査、停滞に分類して、それぞれ記号で表すようにしているんだ。ここで工程分析で使用する基本的な記号を紹介しましょう。製品の品質や形状に変化を与えるような加工や組み立ては丸、運搬は矢印、検査は2つあって、部品や製品などの数をチェックする数量検査は四角、数でなく出来具合を調べる品質検査は斜め四角、停滞も2つあって、材料や製品が単に滞っている状態を滞留といい、アルファベットの D に似た記号で表します。また倉庫など所定の場所に計画的に蓄える状態を貯蔵といい、逆三角形で表します。加工と検査を同時に行う場合や、品質と数量の検査を同時に行うときは、ご覧のような複合記号を使います。